続きやるか。はいはい。前回白石道夫ちゃんとやっこちゃんのあたりがね落ち着いたっていう感じでしたね、はい、無事エンディングを迎えて、うん、無事にちゃんと記録にも残して、あ、で、はいはいはい、波垣雄太郎がクソゴミカス野郎って言ってクソゴミカス野郎だったんだ。そうだ、だからボコボコにしに行くぞっていう、そう、ゴミカス雄太郎両国橋にいるゴミカス雄太郎をボコボコにしに行くぞって話か。うん、そうだったわ。あいつやりやがったな。やっこちゃん具合大丈夫？うん、大丈夫。今は妙にすっきりしてるよ。やっぱ自分が自分じゃなかったような変な感じがあったんだね。意識の一部に自分じゃ関与できない領域があったみたいな。うん、ようやく正常になったんだと思う。無事に戻ってよかったよ。道夫ちゃん、これで成仏できたのかな。うん、そこは大丈夫。やっこちゃんに事情を伝えられないまま疎遠になってたことが心残りだったみたいだから。そっか、じゃあそこは良しとしなきゃね。でもまだなんかこう心の中がすっきりしないんだよね。そうなの？うん、何なんだろうこれ。まだ一部抜けきってないって感じ。後遺症かな。なんだろうね、その波垣をボコすっていうあれか、あるんじゃない？あるかな。もしかして呪詛玉を堤警部に渡しちゃったから。ああ、そっか、放棄したんだ。まだ渡したんや。ねえ、いや別に呪詛玉を持ってりゃ結構が良くなる。あ、結構ね、結構が良くなるとかそんなん聞かねえからな。そんな効果ねえからな呪詛玉で、ね、結構良くなる。いや、いいな。だったら呪詛玉持ちたいな。でも呪い4つ持ちは肩凝りそうだね。お疲れ様です警部さん。急に性格変わりすぎじゃねえか。まあなんか元々の人物紹介にあったようなはつらつさが戻ってきた感じするよね。そうやな。うん、それよりいいのか本当に。今回の件が片付いたら逮捕しろってのは。お前さんの場合は霊災、事故として処理できるかもしれねえんだが。いいんだよ、私も呪詛玉を使って呪い殺した人と同じように扱っとくれ。むしろ型がつくまでおめこぼししてもらっちゃってあんがとね警部さん。言葉遣い。なるほど、うん、自分を逮捕しろと。坂崎やっこ午後2時台両国橋、ね、なんだこいつ。あ、出た。おいおい、刑事まで一緒なんてそんな話聞いてないぞ。悪いがあんたの都合を聞いてる余裕もなくてよ。貸り主でもなくなったあんたがこの嬢ちゃん方に何の用だったんだ。言っておくが、こいつらの持ってた呪詛玉は俺が預かったぜ。バイトローとしてたと。なあ、いや JK 利用して自分の罪なかったことにしようとしてたんやろ。わかりやすくうるたえてる。警察が一緒だとまずいことがあるのだろう。話すか。いや、やましいことはないよ、メガネ食い。君たちがもし白石道夫をよみがえらせるつもりなら協力したいって話だ。もともと呪詛玉を手に入れた時から僕はそのつもりだったからね自分が引き殺したからね。
もともとで言ったら、自殺玉は使わせねえっての、油断も隙もねえな。っていうかよ、あんた、白石道夫とはどういう関係なんだ？いや、彼女とはちょっとした縁があってね。先日の、彼女の不幸な知らせにはとても心を痛めたものだよ。おお。ちょっとした縁？なるほどな。そりゃ辛い出来事だったろうがよ。死者を蘇らせれば、ひき逃げがなくなったことになると思ったか？何を言ってるんだか、ちょっと意味がわからないな。どよしすぎやろ。すごいわかりやすくうろたえっといて。すっとぼけは遅いな。確信つかれんかったら、なんか言わんからな。ねえ。そっか、みちおちゃんをよみがえらせて、事故をなかったことにしようとしてたの。自分勝手な理由だけど、結果的にはそれでも良かったのかも。わかんない。昨晩のうちに出会っていたらどう思ったのか。わからねえなら、教えてやるんで、ちょいと話を聞かせてもらいてんだわ。免許は取ったばかりか？あ？そもそも無免許だったりすんのか？いや、珍しい目してる。ねえ、こんな顔見たことないよ。一切光がないぞ。うん。血痕のあるワゴン車が見つかっててよ。所有者割り出すのも時間の問題なんだがね。何のことだ？あと、白石道夫との接点っての、もっと詳しく教えてもらってもいいかい？つうかお前よ、呪詛玉で一人やってやがったよな。林タワコって人でしょ、多分。なんか見返しててね、その名前が、なんだその名前、初めて聞いたぞみたいなタイミングで出てきてて。はあはあはあ。うん。そう、なんかもう一人、その沖家と城之内の他にもう一人被害者がいたよっていう。それが波垣が呪い殺してたやつで、林タワコって人だったみたい。へえ。うん。ちょっとあまりにね、昔の記憶だからズッキーに補足するんだけど。ああ。うん。やめろ、近づくな、取り押さえろ。くそ。わかった。観念する。ああ、僕はもうおしまいだ。その後、波垣青年が自供した内容によると、白石道夫をワゴン車でひき逃げにしたのは彼で間違いないとのことだった。知り合いの女性を乗せてちょっといい気になってスピードを出しすぎた、というのが彼の言い分だった。知り合いの女性がなんか関わってんのかな？どうなんだろうな。女学生にぶつかってそのまま逃げ去った後、人目につかないところで慌てて車体を洗い、真っ先に証拠隠滅を図ったが、その後、同乗していた女性に促され、怖くなって一度確認に戻ったらしい。ただ、現場の近くまで戻ったものの、被害者の確認に行ったのは同乗の女性だけで、彼は車の中で震えていたのだという。じゃあその、道夫ちゃんが持ってたお守りを奪ったのも、同乗の女性だ。はい。やがて戻ってきた女性が言うには、遺体はちょうど飛び降り自殺にも見えたから、このまま放っておけばひき逃げだと気づかれないかも、とのことだった。その後、女性とは別れ、夜中のうちに車を山奥に運んで投棄。二人はこの事故のことは隠し通そうと決めた。翌朝になって白石道夫の遺体が発見されたが、うまい具合に飛び降り自殺として処理された。しかし、彼の心には闇が残った。
その日から毎日、血まみれで手足の折れた女学生が恨みがましく彼の前に現れる夢を見るようになったのだ。起きている間も、暗がりに遺体の幻を見たり、恨みがましいうめき声が聞こえたりして、四六時中自分を責め立てる。そんな幻聴、幻覚に悩まされ、ほんの数日でノイローゼになった。まあ、殺そうとして殺したわけじゃなかったら、自分が殺してしまったっていう、そして逃げてしまったっていう罪悪感で、だいぶ、やられはしそうだよね、メンタル面的には。そうね。まあ、ちゃんと、こう、報告できてたら、よかったけど、恐ろしさで逃げてしまったら、まあ、悔やまれるわな。このまま隠し通すことにも限界を感じ、自首しようとも考えたが、それは同情していた女性に強く止められた。まあ、この女性が何なのかって話よな。そうよね。そのお守り狙ってるはずだからさ、こっちは。いや、今まで出てきた人の中にいると思うんだけどな。長沢真由とかにしては大人すぎる気がするから、年齢が近いと言ったらその当のあやめか、陽子ちゃん？当のあやめはそういうことするか。してたらなんかもうとっくに売ってそうだよね、なんか。この人を引き殺しましたよって言っててもおかしくはないから、うん、どっちかっていうともう雲隠れしてこう姿を見せんタイプかなって思う、うん、であればいやその同情していた女性もうちょっと詳しく話してくれねえかな。そんな時よみがえりの秘術の噂を聞いた。彼は女学生を蘇らせることができれば、この事故をなかったことにできると考えた。なんかここをさ、こう、話を聞いた限りだとこんな感じだよっていう描写の仕方をするの結構私好きなんだけどさ。多分波垣がこの事情をペラペラ喋ってたらさ、言い訳にしかならんというかさ、なんだろう。ね。星に走ってるだけ。に聞こえると思うんだよ。なんか客観的にこうその状況を説明してくれてる感があってすごい分かりやすいなって思っていいなと思ってるわ今これ。まあ話した内容を要約してるんやろな。ね。そうすれば彼を悩ませる心の闇も払拭できるはずだと、自分の経歴にも傷をつけずに済むと。その夜から毎晩本所七不思議に関連する場所をひたすら探し回り、いやすごい顔。そして彼は足洗い屋敷の呪いを受けた。なるほどな。そう、僕は悪くない、自首しようと思ったんだ。でもあの女がそそのかしたから。まあまあ落ち着いてくれよ。あんたの行動が悪くないのかどうかはジョーちゃんたちの引きっぷりを見てもらうとして。悪いに決まってんだろの顔です。一つ確認してんだが、白石道夫が事故当時に持っていたはずのお守りに心当たりはねえか。お守り？なんだそれは。そうか、知らねえか。だったら同情してたって女だな、そいつにも聞いてもらえるか。ああそうだ、どれもこれもあいつのせいなんだ。つうか確かに、まあ過失運転致死を起こした車に同情してたってだけならそいつに罪はねえんだが、まあ一緒にね隠そうとしてる時点で共犯になっちゃうと思うからね。そうやな、うん、その時点で共犯やな、うん、今の話だと完全に救護義務違反及び報告義務違反教唆で、教唆かな、報告業務違反教唆でアウトなんだわ。現場から遺留品を持ち去ったなら窃盗も含むんで、そいつがどこの誰か
教えてもらえないかね。もう隠す気なんざねえだろ。ねえだろ。はあ、そうだ。あいつが悪い。あんな女こそ、煮るなり焼くなり好きにすればいいんだ。お前も悪い。お前も悪い。お前がまず運転してたから。あれ？へえ。ああ、やめちゃう。しらしらしい顔するやん。ねえ。そいつの名前は遠野あやめ。町で知り合った美大生だよ。なんだと？哲夫ちゃん。美大生の遠野あやめだと？娘だったりせんかな、やっぱり。おい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 、本当かそれは。嘘ついたって仕方ないだろ。なんだ、刑事さん知ってる子かい？あれは、すました顔して悪い女だ。まったく、どんな育ち方したんだか。うるせえ。お、つつみさん、どうしたんですか？すごい汗ですけど。ああ、いや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 、待て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 。くそ、なんなんだ、どうなってやがる。おい、こいつは、俺はこいつを連れて、今から署で詳しい話を聞く。お前らは、六名坊院の署の捜索を続けてくれ、いいな。あ、はい、わかりました。さあ、来い。あ、いや、絶対娘やん。いや、娘やな、これ。これは。ここまで来たら。いや、陽子ちゃんの、あの、アルコールで例えるのは何だったんじゃ。何やったんやろな。ブラフというか。ミスリードってこと？なんかな。うわぁ、いや、ちょっとひどいな、それは。あ、行こっか。うん。まあ、でも大学通ってるみたいな話あったもんな。そうだね。そう、年齢的に、そう、大学生あたりの年齢だろうっていうので、ただ、陽子ちゃんが23歳だったからさ。うん。そう、大学は卒業してておかしくない年だなとは思ってたんだけど。まあ、大学生の女子って、絞ったらもう、遠野あやめしか、まあ、いないのか。この、おらんな。そうだね。うわぁ。ここ途中で終わってんだな。うん。どうしよう、どこ進める？どうしよっかな。ぴょん。こことここがまだ残ってるのか。セイマン残ってるってなんだ。セイマンはどうなの。六名簿の情報を手に入れてからまたやるとわかんのかな。あー、なのかな。うんうんうん。じゃあこれはまだかな。一応さっきまでやってたのがこれのはずだから。そう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 。うん。まあどっちか行きたいけど。そのまま続いてもいいし。こっち？うん。やるかじゃあ。エリオが気になるな。いや、エリオ気になるんだよね。ちょうどさ、あの、今日が17なんだけどさ、4月のね。うん。一昨日エリオ純誕生日だったみたいだからさ。そう、4月15日。そう。やってあげよう。やってあげよう。4月15日に動画あげよう。過去だな。来年？来年。遠すぎる。これは何？大獲物？大獲物？ん？違うな。な？獲物じゃないね。これなんて読むの？え、獲物じゃないんか。獲物で合ってる？大獲物とかじゃない。大獲物でいいのか。もうなんかゲシュタルト崩壊しちゃって読めなくなっちゃった。堤哲夫。前回のあらすじ。白石道夫から根島文親の隠れ家を聞くことができたエリオと堤は、本部にも増援を要請して根島確保のため、おお、あ、これあれじゃない？あの、な、え？獲物？違うの？ちょっと調べていい？あー、獲物ではないか。そうだよね。大捕物。大捕物。うん、大捕物を繰り広げるのだった。へえ、これ大捕物っていうな。なんかそういうフィールドみたいな、そういうことかな。
いや、このサムネみたいな襟をめっちゃ良かったな。もう午後4時なの？やばいな。はあ、ははあ、夕方前やな。ね。本部より各局。仮出獄中に大量殺人の予告をした容疑で、手配中の根島文親の、所在地を本庁職員が発見。同被疑者は職員の訪問前に住居を脱出し、現在墨田区内を逃走中。徒歩での逃走と思われるため、各建造物への潜伏にも警戒し、各局は男の捜索に当たれ。なお、同被疑者は大規模な殺傷が可能とされる凶器を所持している疑いがあるため、爆発物や有毒ガスなどの可能性に厳重に警戒されたし。まあ、呪いのことは言えないか。呪いの力ですとか言ったら、はぁってなるわな。ね。旧安田庭園。よし、見始めがなくなったとこだね。すみません、ボス。根島の隠れ家は探り当てたものの、直前で取り逃してしまって。仕方ねえ。アジラさんも警戒してただろうしな。まあ、この規模で捜索してりゃ捕まるのも時間の問題だろう。って言ってもな、もう午後4時だからな。時間はないぞ。呪いが使えるようになっちゃうよ。町中を警察が捜索中で騒がしいですが、ここは人も少なくて静かですね。今日はずっと忙しく走り回ってたんで、ちょっとした気分転換になりますね。周囲は何もないかな。この辺になめどりシール貼ってあったら笑うんだけど。さすがにないか。さすがにないよね。周囲がもう周囲しかないから、一回考えて。さて、根島の夜はどこに逃げたか。で、エリオ。あ、シャツはちゃんと着替えたので、匂いを嗅がなくても大丈夫ですよ。いやいや、なぜ俺がお前の匂いを嗅ごうとしてると思ったのか。あれ、違うんですか。なんだ、てっきり。そのてっきりは今後も絶対来ないから、頭から捨てといていいぞ。だったら刑事生命にかけて、いつかボスに俺の服の匂いを嗅ぎたいって思わせてみせますよ。そんなのかけなくていい。頑張らんでやろ。いらねえんだよな、その情熱。最高、このやりとり。ところでボス、どうしてここに来たんですか。ねじまの行きそうなところってんで、一応な、験担ぎみたいなもんだが、昔捜索中にここに隠れてたことがあってよ。そうなんですね。でもさすがに20年前と同じところに潜むなんて真似は。いや、意外とあるんじゃない。あるよね。鉄夫ちゃんに会いたくて来ちゃったみたいなさ。どうでしょう。そういえば、手配で回ってきた根島の顔写真ですけど、仮出獄時のものだそうですが、20年前とほぼ変わってなかったですね。あ、パンパンのまま出獄したんだ。はあ。で、姿形を変えたと。獄中生活でどうすりゃあの体重をキープできんのか意味わかんないけどな。でもあれなら見つかればすぐにわかりそうですから助かりますね。だが、一つ気になるのは、ここまで大規模に捜索し、検問もしてるのに、全く引っかかってこねえわけだか。まさか、人相が変わってたりしねえよな。こっちから見たらね、一目瞭然なんだけどね。まあ、気づかんわな。よね。あんな変わり方してたら。でも、仮出獄の時って言っても、たった半年ちょい前ですよ。半年もありゃ人相変わるぐらい体重落とせるだろう。そもそも駒形高校に勤めてて誰にも気づかれなかったくらいだし。なるほど。だとしたら仮出獄の時の写真で聞き込みをしても見つかりませんね。あれ、ヤッコちゃんたちにどんな姿形してたか聞けばよかったのにね。ああ、確かにな。ね、結構ガリガリですよとかって
言えると思うから。さっきこの園内を一回りした時は誰もいませんでしたけど、もう一回回ってみます？いや、そんなにすぐ変わらねえだろ。少し落ち着いて考えよう。なんだ、結局息抜きに来たんじゃないですか。オッケー、ボス。あ、終わった。え？あれ、そんなに気になります？もしかしてやっぱり。なんでそんな嗅がせたいの？いや、悪い。今のはジロジロ見てた俺が悪かった。あ、終わった。で、周囲がまだ調べられるのか。ん？あれ、ボス。あ？今、あっちの茂みあたりで何か聞こえませんでした。ああ、風じゃねえのか。おい、誰かいんのか。エリオが聞き耳クリティカルしたみたいだね。キャー、おお、本当に出た。おい、ちょっとそこのあんた、話を聞いてんだがよ。ついに会っちゃったね。へえ、何ですかね。ん？お前さん、どっかで会ってねえか？いやー、今時そんな古い口説き文句じゃ、こんなおっさんすらなびかねえっすよ、旦那。おっと、おっと、すまねえ。思ったより、身持ちの堅いやつだったか。あんた、ここで何してた？あれじゃない、呪い使う準備してたんじゃん。準備じゃないのねえ。仕事が休みになったんで、ちと休んでたんさ。ここ静かで気に入ってましてね。ちょっと人探しをしてるんだが、話聞いてもいいか？へえ、どんなんだい。あんたみてえなダンディーから追っかけられてるこんなやつは。いや、煽りに来ただろこいつ。いやー、そうでもねえんだわ、これが。こっそら追っかけてばっかの人生でよ。そうですよ。奥さんと娘さんにも逃げられてるくらいですからね。やりよ、やめてくれ。それが一番効く。そりゃ気の毒にな。そんなきつい目で睨みつけるからじゃねえの。おお、そうだそうだ。ちょうどそんな風に笑うやつを追っかけてんだわ。おお、ああ、皮かけた。哲夫ちゃんの目がなんか確信めいたものになってるわ。マジの目してるね。あんた知らねえか。いやー、知らねえな、そんな気持ち悪い笑い方するやつ。絶対楽な人生歩んでねっすよ、そいつ。なことはね、まだまだこれからだよ、これから。そんなもんかね。うわー、ちょっと笑顔かわいい。エリオ、通報だ。応援呼べ。え、まさかあいつ。あ、逃げた。あ、逃げた。待て、俺が追う。エリは応援呼んでこい。はい、通報は任せてください。ひゅー、退治するね、ついに。本部より各局、対象者を旧安田庭園にて発見。現在駒形橋方面に逃走中。エリオ、反対側回れ。足で挟み撃ちだ。はい。観念しろ、ネジマ。橋は包囲した。もう逃げられないぞ。おいおい、そんな物騒なもん街の中で出すんじゃねえっての。こっち丸腰だぜ。あんたからも言ってくれよ。いつまに日本の警察はそんな簡単に一般市民に銃を向けるようになったんだ。お前さんは大量殺戮兵器を持ってるってことになってるからな、何も問題ねえ。とはいえ、
昼間じゃ呪詛も使えねえだろ。おとなしく降伏してくんねえかね。いやギリギリだよな今。そうなよな、うん、あれ昼間じゃ呪詛も使えねえような素人だって誰が言った。そうだこいつ詳しいんだそういうことに。聞いてねえのか俺が魔法使いだって。ん、どういう意味だろう。まさか黒魔術で本当に。んなもんデタラメだろ。あったりかますんじゃねえよ。お前さんが継投してた西洋黒魔術と今回の呪いは全くの別物だ。専門外だろ。それにもし本当なら今日の日暮れまでわざわざ待つ必要なんざねえだろうが。おう、日暮れまで律儀に待つって信じてもらえるなんて嬉しいね。こっちも祝いがやられちまってもう後がないんですわ。そりゃいいことを聞いた。もう少し追い詰めりゃ諦めもつくな。おいおい勘弁してくれよ。そしたら何するかわかんねえぜ。そっちの若いのも何するかわかんねえぜ。え、そういうやつ？うん、そういうやつですよ。簡単に足打つぞ、こいつは。そうだよ。これだけの騒ぎになってりゃ仕方ねえが、野次馬が集まってきちまってるな。いや、人質に取られちゃったりするかもしれんな。いや、全然ありえる。うん。もしネジマが呪いじゃなくても爆発物とか忍ばせてたら相当やべえぞこれ。ね、なんか橋とかに爆弾仕掛けてたりとかしたら橋ごと落ちるかもしれないしね。だからここに逃げたっていうのも全然ありそうね。ったく、こんだけ呼びかけても避難しねえ。野次馬根性はどっから来るんだ。エリオ、マジな、少し手が震えてるぞ。あらやっぱ実際に撃つのは怖いわな。そうよね。凶悪犯を目の前にして緊張してるってのが伝わっちまってるな。いやこれがね多分ねじまにも伝わっちゃってるのがまずいんだよな。うん、万が一ってことはねえと信じるが、頼むから発砲なんてしてくれるなよ。ああまあ発砲して何かしら起きたら大変なことになっちゃうからな。うーん、八つ罪に当たるとかな。うーん、いやそれ勘弁してほしい。かばってさ、うん、ねじま。しかしまあ随分な見た目の変わりようだな。この復讐のための執念でここまで体を絞ったってことか。恐ろしいわ。やべえやつやな。おいエリオ、こいつが妙な動きをしたら撃っていいぞ。え、本当ですか。俺やるときはやる男ですよ。え、ほんまにいいって顔してる。ネジマが。おいおいおい、けしかけなさんな。おめえどこまで冗談かわかんねえんだよ。おめえさんも意味わかっててやるとかやんねえとか言ってんだろうな。もし俺が丸腰だったら責任問題だぞ。また世間に叩かれるぞ。そうなったら立場的にボスが責任を取るんで俺は大丈夫です。おい本気かよ、こいつやべえぞ。いやまあ信頼してる証拠だよね。うん、証拠であるから、うん、いい部下だろう。ああ怖え怖え、若い警察官も捨てたもんじゃねえよな。いずれにせよお前がおとなしく知りゃ済む話だ。うん、話をすんのは構わねえけどよ、まずはこのブサなもんどかしてくんね。こんなもん向けられてたら怯えちまってまともに話なんかできねえよ。ダメだ。はあ。はあ。なんだろうな、なんかさ、あれ片刃の足だっけ、このこいつ持ってるの。ああ。
のその発動条件っていうのが分かんないじゃん、呪いの。分かってない。なんか下手に受け答えすんのもなーって感じしちゃうんだよな。あー、てんてんてんいいだろうだとなんか進んじゃいそうな気するから一回ダメって言ってみていい？ダメ、うん、いいんじゃない、うん、ダメだ、そのまま話せ。おいおい、この若造手が震えてくるぜ。いつ指に力入るかもわかんねえのにか。この顔面白い。ああ、緊張感あるだろ。俺もだ。おうおう、やっぱおめえどうか知るわ。うん。ああ、聞けるんだ。いいだろうだとどうなってたんだろう。どうなんやろな、話の内容によってはこう勢いで打っちゃうみたいなさ。ああ、順が。なるほど、ちょっと心配ですが聞いていくか。うん、うん、犯行予告について。電話での犯行予告だが、あれは本気か。ああ、喜べ、今でもやる気満々だ。うん、どうやってやるつもりだ。言わねえっつってんだろ、バカか。だが一つ言えることは、こっちは別に日暮れまで待つ義理なんざねえってこった。あんたが嫌がる一番効果的な使い方をさせてもらう、使い方させてもらうぜ。もう十分嫌がってるんだが、うん、いやー、足りねえ足りねえ、もっとだよもっと。いやー、あやめちゃんがねじま側についたら嫌だなーってずっと思ってるんだよね。これやっぱそういうことか。うん、こんだけ盛大に盛り上げて、うん、野じ馬を集める。うんうんうん、野じ馬ごと殺す。まあそうか。だから呪詛以外でも殺害する方法はあるぞと。それが警察を利用した殺害。うん、だから警察関係者の子供を殺し、その誘拐して殺害してみたいな、その警察のメンツを潰すみたいなさ、犯行を再度行おうとしてんじゃない、うん、岩井寛吉郎がやったみたいなやつを今回この大人数をね巻き込んで。そうそうそう、だからお前たちが集めた野獣馬だぜって、うんうんうん、いう意味でこう警察に対しての復讐的なことを果たそうとしてんのかなって。あー、やっぱなんか爆弾仕掛けてそうな気するな、橋に。うん、ありそう。うん、で自分はこう飛び込んで助かるみたいなさ。うんうん、だから橋を選んでるみたいなね。え、ああ、読んでない。はい。欲しがりさんだね。欲しがりました、私が。さあ。そうそう。お前さんの大切なあっちの標的の方もバッチリやっているからよ。今のうちに怯えておいていいぜ。娘さんのこと？くそ。させるかよ。そうでなくてもそっちはそっちで厄介なことになってるってのに。いいねいいね、その表情。いや、哲夫ちゃんの表情見たいんですけどね。たまんねえな。くそ、一人で一人占めしやがって。うん、エリオ大丈夫？ボス、腕が疲れてきたんでもう撃っちゃってもいいですかね。お、いいぜ。あ、びっくりした。いや待て待て、バカか、おめえら二人揃って大バカだろ。目が本気っぽくて怖えんだよ、そんな理由で撃つやつがいるかよ。ねじまがこんなビビるんだ。だそうだ、もうちょっと我慢してくれや、ヘリオ。オッケー、ボス。ったく、おめえ、どういう教育してんだよ、ブカリ。
いや、特に何も。天然がよ、どっちも。どっちも可愛いんだよ。何お前ら仲良く喋ってんだよ。ねえ。なんで楽しく会話しちゃってんだよ。刑事と犯罪者やろ、お前ら。エリオ、こいつから目離すなよ。わかりました。オッケーオッケー、これでチェック通過。逆にこの緊張感あるのかないのかわからん感じが、うん、アシミヤを止めれてるみたいなところあるよ。ああ、そうかも。なんか引き伸ばしてんのかな、なんかね。俺は約束はきっちり守る男だぜ。なるほど。じゃあ呪いについて聞こう。お前さん、片刃の足の術玉を持ってるのか。もちろんあるぜ。ほら。確かに間違いねえようだな。なんかちょっとおしゃれだな。おっと、奪われねえよ。しっかりしまっておかねえとな。ジュサ玉のことをどこで知った？お前さんの黒魔術とは全く違うもんだろ。入れ知恵したやつがいるはずだ。マショな。うん。いや別に、学校で荒石の旦那に聞いてたけどよ。ああ、なるほどね。あいつ、知識をひけらかしてだけだから、感心してや、ペラペラ話してくれるぜ。確かに、JK たちにもペラペラ話してくれてた。話してたな、あいつ、うん。声高くしながら。いや、みんなが知りたいなら教えてやってもいいが。にしても理解が早すぎねえか、呪いについての。あんた、呪いと黒魔術が全く違って言ってたか。俺から言わせりゃ、どっちも超常的な力を操るって意味じゃ、同じようなもんだがね。いいのかよ、そんなんで。大事なのは、その力が本当に役に立つ代物なのかってことだろ。この呪いの力が本物なのは、あんたがよくわかってるはずだぜ、旦那。うん。あれ、片方の足の術玉だけ偽物の可能性があるって聞いたが。おめえはすぐそうやって担ごうとするが、残念ながら効果はもう実証済みだよ。誰かで試してるか。くそ、やってんのかよ。そりゃこんなの手に入れたら試すに決まってんだろう。ただ俺はちゃんと後片付けをするから、すぐに見つかるようなことはねってだけで。バラバラにするからってこと？もしかして夜中に学校にいた女子生徒にもちょっかい出そうとしたか？ああ、あの二人組な。うん。一人妙な抵抗してきやがった。なんか手こずっててよ。その間にもう一人を逃しちまったから、面倒なんで両方見逃してやったよ。なるほど、その状況だと手こずるような条件なんだな。いや、条件はとっくに踏んでたんだが、あの転校生、よくわからん霊的な力で抵抗してた感じだな。だがあのまま押してりゃ時間の問題だったと思うぜ。とっくに踏んでたか。ああ、なるほど、俺の呪いの条件探って未然に防ごうって腹か。それは無駄だぜ。おお、なぜ無駄だと？簡単だ、条件が分かったところで防げねえからな。言っておくが、俺は今の時点ですでに数百人以上に呪詛を施行する条件を満たしているぜ。なんだと？あー、なんかさ、うん、その片刃の足に近づいたらあかんのかな。あー、何メートル以内とかってこと？そう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 、なんかさ、片刃の足の
七不思議もなんかそんな感じじゃなかったっけ、なんかいつの間にかなんか人が寄るようになってみたいな。あなんかそんななかったっけ、不気味がってたけどみたいな。片側にしだけか。あ、違う、それ落ち葉なきシーです。あ、そうだね。なんだろう、幾度となく言い寄るものの全く、まあ言い寄るとか言ってるからの、つきまとい、片手片足を切る、堀に投げ入れてしまう。恋心抱いた、まあ、興味関心があるみたいなさ。それか水が近くにあるとか。あでもそれだったら別に学校の中じゃ条件踏まないか。なんだろう、やっぱその距離か、その自分の視界に入ってる人たちみんなとか。うん、なんか距離感は全然ありそうやけど。そうだね。いいぞ、もっと絶望しろよ、その中ならいつだっていけるからな。おお、それが本当なら確かに絶望もんだ。つうかよ、対象が目の前になくてもいけるってのはちょっとずるくねえか。それか自分に視線を集めるととかかな。うん、あでも違うか。だったら昨夜の女学生はなんで学校でやろうとしたんだよ。そりゃ効果がどんなもんか見たかったし、後片付けも必要だしな。おー、いろいろまた増えたな。数百人を呪う条件をすでに踏んでる。なんだよそのめちゃくちゃな条件、ジュース玉で格差ありすぎじゃね。結構格差あるよね。めちゃくちゃ使いにくいやつあるしな。キーズのアンドンとか、キーズのアンドンってどうやったっけ。なんか視界を奪ってどうたらみたいなじゃなかった。そうとか、あとあれだよね、大きい家もさ、誰かがこう立ち去ろうとしなきゃダメだからさ。発する暗闇の中に閉じ込めた相手を滑覆しさせる。あ、そうだから何かしら光があったらもうダメ。ダメってことやな。うん、しかもよ、よりによってそういう呪いをあんたが引くとはな。まあ俺もこれがいいって聞いただけだがね。なんだと、誰に聞いた。なるか、荒井氏か。おっと、なんでもねえ、なんでもねえ。やっぱりこの呪いについて入れ知恵したやつがいるな。夏江か、山本、山森夏江なんじゃないのかな。かな。いやー、何のことだかさっぱりだ。さっぱりだね、ポン酢みたいに。さっぱり。おろしポン酢がいいね、おりゃ。私もこってりよりあっさり派なんで、ね、やっぱりこの呪いについて入れ知恵したやつがいるな。すごいスルーされた。あ、これ同じか。いやー、何のことだか、ポン酢だ。こっちじゃ黒魔術について聞いてからじゃないと呪いについて聞けなさそうかな。かな。うん、つうかお前さん、20年前から黒魔術とやらを研究してたんだろ。そんな簡単にジェスに乗り換えていいのかよ。浮気もどっちからも嫌われるぞ。でも最初に裏切ったのはあっちだからな。ん、人間やっぱ期待に応えてくれるもんに鞍替えするのは自然の流れってもんだろう。それは20年前のねじま事件で、蘇生の黒魔術の効果が何もなかったからか。そりゃあそこまでやって何の意味もなかったら悲しかろうよ。しかしまあ、そんな動機があったとはな。20年目の真実に俺はびっくりだ。で、今回また呪いで俺に嫌がらせしつつ、再婚で蘇りの秘術を使おうってわけか。ねじまよ、お前。そこまでして生き返らせたい人がいるんだな。
20年経った今でも諦めきれねえ相手がよ。それはあの赤ん坊の母親だった女だな。おう、お前には伴侶となる女がいたな。で、婚姻関係にはなかったが子供ができた。だが病気だか事故だかわからねえが、赤子とお前を残して突然亡くなっちまった。お前その女を必死になりふり構わず蘇らそうとしてたんじゃねえのか。今回もな、蘇るの秘術なんてもんに多くの人が惑わされてるのを見てきたがよ。自然の摂理に逆ろうとしたらそりゃどっかに歪みは出るってもんだ。もしお前の悲しみに誰からも寄り添ってもらえなかったのが原因だってならよ。ちげえよバーカ。何？おめえは分かったふうで全然分かってねえな。ちゃんちゃらおかしいぜ。何？な、せっかくボスがしっとり説得していいムードだったのに。いいぜ、教えてやるよ。20年前のあの事件で俺に何があったのかをよ。なんだと？まああれだ、こんな俺を愛してくれた女がいたってのはその通りよ。名を篠乃と言った。本名かどうかも分からねえ。故郷もはっきりしねえ流れ者の女だったが、俺にとっては天使のような存在だった。それが急な病気でよ、死ぬ時はあっという間だったな。口蓋病だったかもしれねえが、まともな診察を受ける金なんざなかった。死のを失った俺は悲観に明け暮れる日々を送った。そんな時、露店であの魔導書を手に入れた。ほう。でもってあの事件が蘇生の黒魔術の儀式のためだったってのもその通りだ。合ってんじゃねえか。でもよ、その黒魔術の効果がなかったなんて誰が言った？裏切られたとしか言ってないもんな。うん、さっき自分で裏切られたって言ってたじゃねえか。そうだ、俺は裏切られたって言ったんだ。効果がなかったとは言ってねえだろうが。どういうことだ？蘇生の術ってのはそのまま生き返るんじゃなくてよ、ありゃ転生するっていう術、また生まれ変わる術だったんだ。赤ちゃんか、そういうことか。その死のが赤ちゃんになった。なるほど。から赤子がいたんだ、そこに。はあ。うわ。何？おい。おいおいおい、まさか。まさか、あの赤ん坊が。
あいつ、シノは蘇生の黒魔術によって赤ん坊の姿で生まれ変わりやがった。本当かよ、そんなことがあんのか。お前との子供でもなく、その赤ん坊がその女当人だと。違う、あんな赤子、俺が好きだったシノでもなんでもねえよ。自覚もねえ、意識もねえ、何もできねえ、俺のことなんぞ分かりやしねえ。何一つしねえ、優しく俺を包んでくれる手も温かい声も何一つねえんだぞ。そりゃそうだろ、赤ん坊なんだからよ。愛しい相手の生まれ変わりなんだったら、ちゃんとてめえで責任持って面倒見ろや。冗談じゃねえ、そんなん納得いくかよ。生贄を何人も捕まえて何度もバラして、その結果がそんなんだぞ。あんな泣きわめくだけの赤ん坊シノじゃねえ、優しくてあったけえ俺のシノを返せよ。おお、いいだ、わかりやすく咲いてたな。それで赤子を放置してたのかよ。まあ、生まれ変わったって言っても、その人がそうやって改めて人生を歩んだところで、ちゃんとシノちゃんになるかどうかは別の話だからね。その時のシノに戻るかって言われたらそうじゃないかもしれへんからな。全く同じ人生歩んだとしてもなるか分かんないのに。じゃあてめえは惚れた女がある日突然赤子になって現れて変わらず愛せんのかよ。何も確証持てねえだろうが、本当に当人なのか確認する方法もねえ。ああ、わかった。お前がてめえのことしか考えねえろくでなしだってのはよくわかった。それで今回はくら替えして、よみがえりの秘術にすがりつこうってわけかよ。今度のは違うだろうが、ちゃんと過去に実績のある術なんだろ。さてな、また同じかもしれねえぞ。よみがえりの秘術でも赤子に転生したらどうする。うるせえ、そんなの手任せだ、信じるかよ。それは本物だ。人物リストが更新。この顔パッて出てくるとちょっと面白いや。ちょっと反則すぎるけど。なるほどね。第二次大戦時は10代後半で志願兵として出征し、部隊で自分だけが捕虜となり生き残った経験から奇跡を信じるようになる。終戦を終え解放される頃には捕虜生活の中である程度の英語を覚え、また与えられた食事のせいで出兵時よりも超えていた。帰国すると都内にあった実家の周辺は焼け野原となっており、親兄弟すべて被災して亡くなっていた。財産は何もなく、身一つの状態からコツコツと仕事を重ねていって、やがて隅田川の近くで小さな雑貨商を営むようになる。繁盛するほどではなかったが、自分一人ならどうにか食っていけた。焼け野原から復興していく東京を目の当たりにしながら、どんどん新しい文化が入ってくることに刺激を受けていた。特に本が好きで、店の天休日には神田の古書市を巡り、珍しい海外の本を探すことが趣味だった。特に超常現象などオカルト的なものが彼の心に刺さった。戦争で奇跡的に生きて帰った経験から、人知を超えた超常的な力は存在すると信じて疑っていなかった。西洋黒魔術についても最初は数ある興味の一つくらいの気持ちであったが、資料を集めていくうちにどんどんその神秘的な魅力に取りつかれていった。30を過ぎても独り身であった彼は、魔術によって伴侶を召喚するという儀式を行ってみた。すると間もなくしてシノと名乗る女性と知り合った。本名はわからない。地方の故郷で暮らしていけなくなって抜け出したものの、行くあてもなくわずかな日銭を稼ぎながらどうにか東京までやってきたらしく、出会った時はボロボロのみすぼらしい、様相で飢え死に寸前の状態だった。魔術の件もあり縁を感じた根島は彼女を自宅に迎え入れ住まわせることにした。
シノとは天涯孤独同士で馬があった。シノは少しずつ回復していったが、もともと体が丈夫ではなく、働きに出ることは難しかった。ネジマはそれほど商売上手ではなく、金銭的に不自由のない暮らしとはほど遠かったが、それでもシノは戦時中に比べれば毎日飯が食えるだけで幸せだと言い、私はあんたと少しでも一緒にいられればいいと優しく笑いかけるのだった。ネジマとシノはお互いを支え合って、ささやかでつつましく、そしてかけがえのない時間を過ごしていく。ところが数年後、ある出来事をきっかけにシノの容体が悪化。町医者に見せても対処できない状態で、しかし大きな病院に連れて行くだけの金はなく、治癒の魔術などに頼ってもみたが回復することはなく、シノはそのままなすすべなく、自宅の寝床で、先に進まないね。あと頼むよ。とだけ言い残し、静かにこと切れた。ネジマは激しい絶望に明け暮れた。この時に気分を紛らわせるため、酒や食べ物を片っ端から取ったせいで急激に肥えた。しばらくしてようやく街を歩けるようになった頃、ふと目を向けた露店の古書誌で見たことのない魔導書を発見した。その魔導書には、蘇生の黒魔術の詳しいやり方が載っていた。若い女性を解体して生贄に捧げる必要があるが、今までやってきた術とは違い、そこまで代償が大きい術ならば、必ず効果があるに違いないと思った。ネジマはこの魔導書の黒魔術を心の拠り所とし、これまで以上に強く傾倒していった。そして、町で行き倒れ寸前の女性を探して地下倉庫に連れてくると、魔導書の通りに生贄を捧げる儀式を、刊行した。一回目は特に効果は出なかった。皇帝にためらいがあったのがいけなかったのだと思い、もう一度できるだけ手早くやってみた。でもやはりダメだった。同じように合計で4回行った。いずれも使い終わった遺体はさらに細かく解体して、汚染された隅田川に捨てたが、それで見つかることはなかった。しかし4回目の儀式でも特に効果が現れず、失意のまま音片付けをしているとき、傍らにいる痩せ細った赤ん坊に気がついた。そしてネジマは一言つぶやいた。おめえが、シノなのか。いやー、これはねー、なんか、なんかなー、こう、バックボーン知るとさ、多少のさ、こう、同情の余地があるとさ、なんとも言えなくなるのよね。そうだね、なんか、お前が悪いって、言い切れないんだよな。言いにくくなるのよね。そう。でもそのさ、最初の一文がさ、もうそうでさ、自分だけが生き残ったことを奇跡に感じて、それを信じるようになるからさ、その黒魔術を見て蘇るかもしれへんっていう奇跡にすがろうとするとかさ、もう取り憑かれていってるっていうのは、今までの経験がそうさせてるから。そうだね。しその天涯孤独っていうのもあったから、他にこう話す人とか止めるような人もおらんかった状況っていうのが、この事態を作り上げてしまったのかなっていう。だね。そう、お互いがやっぱり、多分まあ支え合ってっていうのもあるし、こうまあなんとなくね、お互いがお互いにちょっと依存してた部分とかがきっとあったんだと思うんだけど、まあねじま側の方が多分大きかったんだろうね、その感情が。やっぱ心の拠り所がなくなった分、黒魔術にすがるしかなかったっていう。なんか悪く言うなら呪いみたいな感じよな。そうだね、これもこれで呪いだよ。悪いことはしてるんだけどさ。もちろん悪いのよ、ほんまに。でも私がそのねじま文親の立場だったら、やらないかって言われたらやるかもしれないなっていう思っちゃったな。なんかやる勇気もないかもしれないけど、なんかこう法とかで裁かれるべき行いをしてるのはもちろんなんやけど、なんていうのかな、本当に全部悪かったのかって言われたらそうではないかもなって言えちゃう。そうね、余地はある。運命に抗おうとしただけだからね。
重たいぜ。くそ。よう話してくれたな。まあともかく黒魔術は俺はもういいや。それで信用できなくなった魔導士は岩井に譲ったってわけか。あいつは利用できそうだったからな。信じ込みをうまくすり込んだぜ。じゃあ呪いについて改めて聞こうか。でもよ、お前さんが地蔵玉を昼間でも使えるってのはこの場を逃れるための嘘だよな。さすがにもういいだろう。さてどうだろうな。いやいや、この状況でお前が今すぐ呪詛を使わねえ理由はねえだろうが。その状況を満たしてるって数百人を今すぐ呪い殺せるならここで拘束される前にやるだろう。さすが堤の旦那。そうだよ、あんたの言う通りだ。だからもう使ったよ、数人に。え？は？ほれほれ、行かなくていいのか、確認。今どこで誰が何人死んでるのか確かめに行っといた方がいいぞ。なんだと？いつの間に？おいエリオ、根島から目離さねえまま警官呼んで確認だぜ。オッケーボス。おい警官、誰かこっち。ああ。後ろに。ああいる。おお、頑張れ頑張れ。あやめちゃんおる、怖い。まあこのまま放っておいたらどんどん風が吹いていくけどな。さーてどうする。ここで俺を見逃さねえと、もっともっと被害者増える一方だな。見逃しても増えるんじゃないですか。くそ、当たりだろどうせ。そう思ってるな、俺は別に構わねえけどな。後ろ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 、見た。バッキャお前いるー。おんねんて。いつからいた。いや多分今さっきだよね。え、こーわ。それまではなかった。急に背景に色ついたなと思ったら。え、なんで。待て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 、ちょっと待て、なんであいつがこんなところに。うわやべ、目があった。いやいやいや、ダメだろ、世によって今が、なんで今なんだよ。おー最悪、タイミング最悪だ。逃げろ逃げろ、あいつが気づく前に早く。あーでも聞かねえと、波垣との話聞かねえと。落ち着け落ち着け。ボスボス、どうしたんですか、そんなによそ見してたら。おーしまった。早く逃げろ、あやめ。え？よう、とうのあやめだな。会いたかったぜ。え、お父さん。あやめ、おいやめろ、待て。こっち来い。ああ、やめて。おっと近づくな、殺すぞ。おいやめろ。やめるかよ、じゃあな。おおおお、あ、危ない。あの野郎、あやめを人質に連れて道路を強引に渡っていきやがった。おい
絶対逃すんじゃねえ。ああ、夢なんか調べるから。やっちまった。話を最後まで聞くんだったな。本部より各局。被疑者は駒形橋での包囲を抜けて脱走。現在、人質の女性1名を連れて逃走中。いや、ボス。これは完全にやっちまったやつですね。これは完全にやっちまったやつだな。これは完全にやっちまったやつだね。俺の失態だ。網にかかるのを期待するしかねえ。今度はねじまの面も、ねじまの面も割れてるんで、時間の問題ですよ。人質もきっと無事ですから、元気出していきましょう。だといいがな。にしても、さっきの子がボスの娘さんだったんですね。まあな。朝からずっと行方がつかめなかったのに。まさかよりによってこんな場所に現れるなんて、俺びっくりしました。ああ、よりによるにしたって、ちょっとよりによりすぎてる。よりによりすぎてる。落ち着いてください、僕。僕私も落ち着いて。誰が僕だ。お前年上だぞ。僕ちゃん、ごめん。落ち着いてください、ボス。言葉おかしいですよ。おめえもな。すいません。そういや、波垣と一緒の車に乗ってたのって、やっぱ彼女だったんですか？いや、それはまだ。本人に確認取るまでは、信じねえ。信じねえぞ。あ、ボスともあろう人が、相当答えてるじゃないですか。いやー、実の娘って知ったらな。ねえ、娘が犯罪に関わってて、めちゃ悪いことしてて、しかも窃盗もしてて、の可能性があると。うん、信じたくないな。だよね。じゃあ、寒天蜜豆でも食べて、元気出しましょうか、ボス。めっちゃ笑顔。ああ、それはあるよ。2個じゃないのよ。ねじま逃した後の二人の顔とは思えない。捕まえてから食え。こういう頭が回んねえときこそ脳に糖分を与えてたな。なんだ、エリオの顔は。どうした？なんか見つけた顔してるけど。あ、すみません、ボス。普通に無線連絡が入ったみたいなんで行ってきます。あ。なるほど。吉報だ。絶対吉報だ。ボス、おめでとうございます。ねじまが発見されたそうです。おお、見つかったか。人質は無事か。とにかく至急来てくれってことなので、すぐ行きましょう。鳥逃がしたにもかかわらず意外と進む。何があった？いや、その顔になるわい。おお、そう来たか。どういう死に方だった今。死んでんのか。え、そもそも気絶。いや、ん、ボコボコだ。午後4時28分、足宮誠改め根島文親死亡してる。はあ。旧安田庭園敷地内にて全身を殴打された状態で死亡しているのを発見。全身約110箇所に及ぶ打撲創、打撲痕あり。何者かによる傷害致死とみられる。殴打で亡くなる？これが呪詛の力とかあんのかな？あるんじゃない？ 110 箇所なんて。いや、相当きついで。うん。自分のね、手も拳もボコボコになるだろうよ。だから他に出てない地蔵様によってなんだろうな、これはな。しかも塔のあやめ持ってそうな雰囲気あったしね。はあ。所持品は一切なし、全て持ち去られている模様。
呪詛玉も持っていかれたな。また人質となっていた女性は現場付近には確認できず、現在重要参考人として捜索中。マジか、ねじまがここでリタイアか。うわ、すんねんな。そうかはあ。ちょっと予想外だったな、さすがに。これはさすがに予想外。うん、まあでもね、もう隠し事ないぐらい全部出ちゃったもんね、ねじまふみちか。うん、まあもう用済みだと言わんばかりに。用済み感は、うん、すごかったな。うーん、なあ、そうか。いやー、めっちゃ殴られた感じで浜でもなんかガチャボコになってたの、あれはもともとかもしれないけどさ、あれなんかちょっと見てて辛かったな。いや、そうはなってほしくなかったのよな。そうだね。いくら極悪人やったとしても、ちょっとバックボーンも知ってるのもあるし、だしやっぱ改めてちゃんと今回の件に関しても罪をね、こう自覚してほしかったところはあるんだけど、他にも向かう道はあったと思う。全然。そうか。はあ、なるほどね。